平成2年、雲仙普賢岳は長い眠りから覚めて火山活動を活発化させ、噴火を繰り返しながら溶岩ドームを成長させた。平成3年6月、溶岩ドームはついに崩落し、大火砕流となって襲いかかり、死者、行方不明者合わせて44名に上る犠牲者を出す大惨事を引き起こした。その災害の後も、溶岩ドームは平成新山を形成するなど、成長と崩壊を繰り返した。噴火活動は平成7年頃沈静化したが、溶岩ドームは現在も山の斜面に積もった火山灰の上に、いつ崩落するかわからない状態で残されている。雲仙普賢岳溶岩ドーム崩壊ソフト対策検討委員会は、高波測距、GPS、GBSAR といった観測機器を用いて、この溶岩ドームを山麓から観測してきた。観測データを解析した結果、これまでの20年間で溶岩ドームが約 1.3 メートル動いていることが分かった。同委員会は、これらの観測結果から暫定監視基準を設定するなど、警戒を続けてきた。また、平成28年11月から12月にかけ、溶岩ドームの頂上に、溶岩ドーム崩壊とその前兆現象を把握するためのワイヤーセンサーと傾斜計の設置作業を技術者の協力を得て実施した。これにより、溶岩ドーム崩壊の前兆を速やかに検知し、警戒することが可能になった。多くの機器を設置し、観測を行っても、それだけで被害の拡大を防げるわけではない。住民、自治体、国が連携して、災害に対して事前に備えること。また、災害に遭遇した場合でも、一体となって復興に取り組むことが大切である。そのため、毎年、国や県、市などの防災関係者が一堂に会して防災訓練を行い、いざという時のために連携を強めている。災害が発生した時、最も大きな力になるのは、人と人との連携という絆なのだ。